はい、どうも、はちょどんどんです。本日は前回に続きまして、前原スポーツさんに来てるんですけど、これに関しては自分も使っていたものなんで、それの新作という感じの紹介になります。で、それがですね、こちらの水野のカタログにある、今年1年ですごい SNS でも見かけたんじゃないかという、叫びミットのシリーズですね。で、以前も紹介してるんですけど、全部で3型あると。で、その3型が全部お店にあるってことなんで、それをちょっと見比べてみて、どう違うのかっていうのと、あとまあ色もありますので、その辺を紹介していこうかなと思います。ではですね、簡単にまず説明から。叫びミット、以前も紹介してるんですけど、全体的にコンパクトで、あと張りがあると、補給面の張りがあって、音がいい音が鳴ると、あと平裏エンボスで滑り止めがかかっているのと、強度アップと、あと耐久性アップなどなど入っております。本当にキャッチャーのことを考えたというシリーズで出てたと思うんですけど、早速ですが新作の入荷したカラー、これブロンドですね。ブロンドの水野プロ公式の SS 型です。 SS 型ってやつなんですけど、これがその3つの中で一番小さいシリーズで、自分が使ったやつこれです。これのグローブレルトやったんですけど、やっぱ浅めで、まあ好みはすごい分かれると思うんですが、最近は結構浅くて甲斐選手から結構その辺が流行ってるというか見かけるようなと思うんですけど、まさにその浅めのミットで握り替えがしやすい SS 型になります。なんかこれ革もですね、キャッチャーミット専用レザーっていう風に書いてあって、これですね、この張り感と耐久性に特徴のあるミット専用レザーですって書いてあります、公式のミットに関しては。なのでちょっと普通のグローブとは革が違うらしいんですよ。そういうのもあって多分使っていったら少し普通のグローブとの革の違いっていうのも出てくるんじゃないかなと思います。これが SS 型の小型ですね。構えた感じもすごい面が向くプラス操作性がいいと。ただこれ自分が使ってみたの感想としては、すごい上級者向けだなって思いました。やっぱり初めてとかキャッチャーやったことない人だと、まず取りたいんですよね、しっかりがっちり。なので結構これは上級者向け、浅くみたいな感じがあったので、半年1年近く使って、個人的には上級者向けの SS 型かなと思いました。で、もう一つ大きいサイズがこちらですね。パッと見は一緒なんですけど、型番が違いまして、こちら MR 型。こちらです。この真ん中に当たるやつですね。サイズ、ポケット、中間で、オーソドックスな形ということですね。はめた感じもポケットが深いんですよ。さっきの SS に比べると。なので、3つの中だったらこれが一番人気らしいです、このマヤラスポーツさんの中では。まあ自分もまずやっぱ取るっていうことを、そのキャッチャーやったことない人は大事だと思うんで、その入りは MR ぐらいから始めて、こう自分の好みで変えていくのがいいんじゃないかなと思います。比べるとやっぱこのウェブ下の深さが全然違いますね。こっちはもうかなり浅く感じます。なのでもうがっちりまず補給という選手はこっちおすすめかなと思います。が2つ目の MR ですね。でこれよりもさらに大きいのがありまして、こちらです。シリーズはグローバルエリートなんですけど、これが BD 型、一番大きいやつですね、3つの中で。はい、一番上のこれです。サイズ大きめ、ポケット深めでがっちりと掴みやすいってことなんで、さっきの MR よりも1個もっと深いやつですかね、になってます。はめた感じはですね、本当に奥行きがあって、ソフトボールとかでもなんかがっちり取れそうな感じの深さに感じます。なので自分がいつもこうお店ではめるグローブのミットの中でも、もうかなり深い方の部類に入ってくるんじゃないかなと。ただ一応ここにあるのは従来よりも深いけど、やっぱちょっとコンパクトになってるという感じらしいですね。ここまで来るとかなり深いですね。もうウェブ下の奥行きをすごい感じます、こう構えたと構えただけでも。なので操作性はちょっと劣ると思うんですけど、その本当にもうしっかり補給を重視したいっていう方は、まあ、大きめで、まあ、グローブも一緒なんですけどね、その選び方はに感じますね。やっぱちょっとグローバルエリートはちょっと軽いですね、水プロよりも。そんな感じは受けます。でこれがまあ今3つ公式用だったんですけど、もう一つこれ紹介したいシリーズがありまして、こちらですね、軟式のシリーズのゴールデンエイジというシリーズ。これを復習になりますが、大きさは大人と一緒、ただ手の中がジュニア用ということで、中学生でですね、この中で暴れてしまう、手が動いてしまう選手とかにおすすめと。あとはボーイズとかシニアとかの選手にも結構このゴールデンエイジの公式が人気ですね。これはゴールデンエイジの軟式になります。
公式もあります。もうこの感じが全然中がちっちゃいんですよ。ただサイズは定番の形と一緒ということで、サイズ9とか水野の内野ショーとかよくありますね。はい、こんな感じで説明は、グラブとミットとかのその大きさは一緒、縦の長さは一緒なんですけど、中の設計がコンパクトになってるっていうので、手の小さい選手におすすめというシリーズになってますの叫びですね、これが。でこれに関してはミットだけじゃなくてグローブも全部水野は出てるんで、中1とかの選手がよく使ってることが多いんじゃないかなと思います。これは全部そうですね、その大きさは普通の水野と一緒なんですけど、中の手のところがちっちゃくなってるやつです。これは自分使ったことないんですよね、まあ、世代的にも自分の時あったのか知らないんですけど、これは今、まあ、中学生小6中1ぐらいすごい人気だと思うので、こんなシリーズもありますよといった感じになります。カラーは一応2種類ですね、このグローブで見るとラディッシュとブラック、こっちがゴールデンエイジの公式、さっきのが軟式です。カラー展開は一緒ですね、ただやっぱりこっちもだいたいゴールデンエイジでちょっと安くて、公式のゴールデンエイジで3万3000円なんですよ、税込み。だから普通の公式を5万で買えるも、水野もとするか、6万、5万5000とかで買えるもいいと。1個目のグローブにおすすめですね、手が小さい時の。これはちょっと自分らの時あったのかはちょっと分かりません。サイズは一緒ですね、はい、っていうシリーズになります。はい、というわけで本日は叫びミットの3型紹介と、あとゴールデンエイジのシリーズを紹介しました。まあ、叫びミットですね、やっぱ使っていくとどうなるかというのがすごい気になるところだと思うんですよね。まだ出たばっかなんで今年かな。で軟式を自分がやってる中ではなかなかこう対戦相手とかで見かけないような気はしますね。この打席立つ時とかであんまりこう見かける印象はまだちょっとないんですけど、高校生とかだとすごい使ってるのかな。もし使ってる方はですね、その使用感などをコメント欄を教えてほしいかなというふうに思います。軟式の草野球だとあまり見かけないかな。畠山やっぱ多いかなっていう、畠山 Z 多いかなっていう感じがしますね。というわけで本日は叫びミットの紹介でした。ぜひ皆さんも気になったらお店でチェックしてみてください。それでは今日の社長以上です。よっしゃ。ウエストして見つめ直したって靴帰らない、振り返らず走り続けろ。確かに聞こえるサイレンがポテポテで走った。分からなくてもゲットスライディングだ。切れたって転がり続ける。そして今月のプレゼントはこちら、 GS 公式木製バット GS3 番を1名様にプレゼントします。軽量の木製バットとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。